勝勝君立憲国民新緑部会社員の勝部健二でございますあの今ほど大塚委員からありましたように、私どもの会派は、この法案には賛成でございますけれども、地域の金融機関の現状、それからまあ今後の影響やあのその取り組みなどについて、まずあの大臣にお聞きをしたいと思いますが、通告ではあの2問質問してるんですけれども、2つ合わせて、 お聞きをしたいと思うんですが、あのこの間です、ねえー、金融庁は民,民,あ民間の金融機関に対して、あのコロナ禍ので影響を受けた事業者からです、ね、条件変更の相談があった場合には、まあ、機敏に対応して、元金の据と置でとかです、ね、期間延長するようにと、まあ、柔軟な対応を求めてきたところでありまして、まあ、これは、 特にあの政,府政府系金融機関だとどうしても時間がかかるので、まあ、民間の金融機関がスピード感を持ってやってくれということも、ですねその理由の一つにあったんだと思うんですけれども、現状を聞いてみると、ですねあのその新規の申し込みなどに対しては、民間の金融機関で対応せずにですね、 政府系金融機関にまあ回していったというような話も実は聞こえてきてて、よくよくあの聞いてみるとです、ね、地域金融機関はいろいろリスクを負うことにあのまあ心配をしてというかです、ね、まあ、そんなことで動きたくても動けないような状況があるのではないかというふうに、私自身は思ったところです。 でまあ、そのような状況について、まあ、どのように把握をされているのかということと併せてです、ね、まあ、今後、えー、さらにコロナの影響が、あのー、具体的に地域経済に現れてくるというふうに思いますので、まあ、そういった状況の中で、えー、地域の金融機関にもです、ね、そのリスクが、あのー、回ってくることがありうるというふうに考えています。でですので 麻生大臣はですね、先の財政金融委員会の中で、新型コロナ禍が地域の金融機関にどう影響するか、潜在的な金融システムのリスクを早めに分析しておく必要があるというふうにおっしゃっておられました、まあ、その言葉を踏まえつつ、ですね今、地域金融機関への影響をどのようにご認識をされているのか、そして今後のですね、 対応として、まあ、どういったことをあの考えていかなければいけないのか、その辺のご所見をです、ね、お伺いしたいと思います麻生大臣。まずあの、感染症の対策っていうんで、これ、事業者の資金繰りについて、これまで民間金融機関に対して、再三。 要請をしているところですがこうした要請も踏まえまして今足元で中小企業に対する融資の条件変更の実行率は99.8%と報告が上がっておるところです。全国銀行の貸し出し残高残高いわゆるマネー サプライですけれども、まあ、銀行にたまった金が外に出てくるマネーサプライの話ですけれども、この貸し出し残高も言いましても、5月末で3531兆円となっておりまして、少なくとも前年同月比に比べて6%増えておりますので、これははっきり増えてきておると思っております。また、いわゆる民間の無利子・無担保融資につきましては、6月9日まで22万2000件、約3.9兆円の融資の決定がすでに行われております。 でまた個別の対応事情につきましては、中小企業への新たな資金供給のため、最短即日、最大でも 3, 3日営業日以内、3営業日以内で融資判断するというような工事例というのも、これが私どもとしては確認をされておりますので、あの民間金融機関はいわゆる政府金融機関に、まあ、めんどくさい話は全部丸投げしとるとか、危ない話はみんな丸投げしとると。 いうところがまだ絶対ないとは申し上げませんけれども、少なくともあの事業者支援にかなり積極的に取り組んでいるのは、この数字から見ると、そういうことになっておると思っております。また現時点で地域金融機関は、地域金融機関を含きます、あの基盤、金融機関ですよ、金融機関の基盤というものは結構充実しておりますんで。 不安というような感じがない,ないんだといないとは思っておるところなんですけれどもいずれにしてもあの民間金融機関によるいわゆる事業者のニーズに、うん、沿った資金繰り対策ができるようにしてやらないかということだと思っております。だ次ののののもう一点のこ決決算算でで見見てみまますすとと年月ね あの期末の金融市場っていうのは結構3月結構混乱しましたんでまあ今日もまああれだけ市場空前下げ幅市場空前4番目ぐらいですかね下げたと思いますけれどもそういったような影響があったのも確かですけれどもあの時は3月まは結構今よりこう先行き不安ということで株式関係の損益がバサッと減少したりして,しておりますので。 余震先、余震先、わかりますね、余先の信用悪化懸念というものがあるものから、引き当金などの費用がこれ、急増してせざるを得なかったと思いますので、約7割の地域銀行で減益ということになっているのは事実であります。しかしながら、リーマン・ショックの時と比べたらどうかと言われれば、これはあの短期金融市場は落ち着いておりますのは、ご存知のとおりですし、地域金融機関につきましては、これは、 あの資本比率っていうのは何ていうの自己資本比率パーセントでいろいろ出してきますけれどもほとんど変わってないぐらいきちんとしたもの今9.5ぐらいだと思いますがそういった意味ではきちんとしておりますんで私どもとしてはその点につきましてはあの所要資本必要な資本というものは十分に上回っておると思っておりますんで。 今のところですけれども不良再建比率も比較的に手入れずっと安定しておりますんでそういった意味ではあの相対としては安定しているんだと私どもはそう認識をしておりますんでただあのこれから以降どうなっていくかっていうのは白くさらに数字としては13よりは厳しくなることと予想されますんでそういったものから見ますとあのいろんな意味でどういう影響が出ていくるかっていうのは今後これ注意深く見ておかないかと。 いううこととなんだろうと思,って思っておりますがいずれにしてもあの金融機関がちょっとリマンの時みたいに危ねえって話になると不安を煽りますんでそういった意味では私どもとしては今回法律もあくまであらかじめ対応しておかないといよいよ具合悪くなってから資本中になんていうとさらにまた不安不信を呼びますんで今のうちから対応しておくべきもんではないかということでこの法案を立たせていただいておるんですけれどもいずれにしてもあの。 そういった強化法というのの背景というのもご理解いただいていただければと思っております勝部健治君。あの必要に応じて、迅速な対応をお願いをしておきたいというふうに思います。えー、次にですね、あの空前絶後、世界最大の経済対策と言われている第2次補正予算について、何点かお聞きをしたいというふうに思います。えー、とまず1点目はです、ね、事務委託費の問題についてなんですけれども。 一時補正予算の持続化給付金事業で約770億円、今回の予算委員会でも随分取り上げておりましたから、皆さんもご承知のことと思いますが、GoTo キャンペーンでは約3000億円という事務費が問題となっています。この度の度補正予算ではですねさらに持続化給付金が 増えまして、事務委託費も850億円に積み増しをするというようなこと、あるいは予備費の中の10兆円の2兆円は、持続化給付金や家族家賃の補助制度に使われるという見通しということもありますので、さらに膨らむ可能性があります。この予備費がですねいかに 巨額なのかということを、ちょっとあのイメージを持っていただけたらと思うんですけれども、例えばですね、自治体の今年度の予算などと比較をしてみますと、例えば東京の三鷹市、19万人の町でありますけれども、年間の予算が700億円です。これは兵庫県の明石市も同じぐらいの規模ですね。国の予算で見ると、観光庁のこ今年令和2年度の当初予算は699億円と。 ということでありまして金融庁はなんと、ね、257億円ということで、全体の予算からいうとあの、事務費の3分の1ぐらいということになる、まあ、状況です、それから、例えば GoTo キャンペーンの方のの、ね、3000億円と、これはあの神,神奈川県の相模原市、あるいは岡山県の岡山市、どちらも政令指定都市ですけれども、この1年間の、まあ、あ予算が、 えー、3, 億円とということですね令和2年度予算で比べると、林野庁が3200億円、えー、それから今回の二次補正で、すね医療従事者医療金、えー、1人20万円かける,る310万人、これがお,およそ2921億円ということで、まあ、これらの事業に匹敵するあの金額がまあ事務費に使われているということであります。そして 取り扱う事務内容をちょっとイメージしてみると、ですね1人10万円の給付では、これはまあ自治体がやっているわけですけれども、そこに支給している事務費、事務費補助金というんですけどこれは合わせて1460億円となっておりまして、全体12兆8800億円に比べると、1.13%という比率になります。それに加えあの比べて今回のですね 持続化給付金は、まあ、300万件を想定しているということで、予算規模から比べた事務費の割合は、ね、3.46%ということで、まあ、約3倍に、まあ、膨れているということなんですね。まあ、いずれにしても、あの私どもとしては非常に高額な事務費があの当初から計上されているなというふうにあの感じています。でまさにこここの間、間から民民民へへと、とととででできることはあ民でできることは民へということでやってきて、 え官から民へ移すことがですね効率化、あるいはえそういった予算を下げる、そしてスピード感を持つみたいなことに言われてきましたけれども、現状を比べてみると、民の方が高くなっているというのが現状でございまして、そういう状況下にあ,りなあって、ですねえこの予算編成をまあ担うと言いましょうか、司る財務る財務省として、ですねえそもそも、 この予算に対してどのような査定を行ってきたのか、要求省庁から算出根拠などの説明を受けた際にです、ね、問題を感じなかったのかという、まあ、率直な疑問が浮かんでくるんですけれども、その点、いかがでしょうか財務省、宇な主計局次長。お答え申し上げます。あの まず持続化給付金でございますけれども、あの先生ご承知のとおり、200万社を超える事業者に対してあの給付金を支給するという前例のない大規模な事業でございます。こうした給付,あの給付業務を的確に行うために、審査業務、それからサポート窓口業務、コールセンター、システム構築、広報などにかかる経費として、あの合計776億円の委託費を計上しているところでございます。 非常に多くの事業者に迅速かつ確実に給付金を支給する十分な体制を組むために必要な予算額を計上したものというふうに考えてございます。ままた GoTo キャンンペーのの事業の委託費につきましては 復興割など、過去の類似事業を参考に、必要な経費の合計として、事業費全体約1.7兆円でございますが、これの約2割に相当する3095億円を計上しているところでございます。全国の旅館、ホテル、飲食業、イベント業など、多くの事業者に広く参加していただけるよう、十分な体制を組むために、必要な予算額を計上したものと考えてございます。 いずれにいたしましても、これらの事務費、委託費の予算額は、あくまでも上限額でございます。関係省庁において、必要な手続きを経て、適正かつ効率的に執行をいただくことが重要であるというふうに考えております勝部健二君。あの事務費が巨額だというのも問題なんですけれども、まあ、もう一つ問題なのはです、ね、事務委託のあり方についてなんです。ここれれれはあの,この間もも言われてますけれども サービスデザイン推進協議会がです、ね、あの下請けと言いましょうか、関連会社に丸投げをしていたと、それが、まあえー、次から次へと4時ぐらいの丸投げをしているというようなことが、今、あの問題となっています、さすがにこの状況を知ってです、ねえー、再委託に関して、えー、梶山経産大臣はです、ね、異例の。 まあ中間検査を行うというふうに、ああその意向を示しておられますので、このことはまあ至極真っ当なことだというふうに私ども受け止めています。ぜひ、二次補正予算もですね今日予算委員会上がりましたので、その予算執行になる前に、ですねここはぜひやっていただいて、次のえ業者、 民間業者委託業者についての選定にもです、ね、しっかり万全を期していただきたいというふうに思っているところであります。でそこで伺いたいんですけれども、このサービスデザイン推進協議会というのはです、ね、の IT 導入補助金事業と、これはずいぶん前にあった事業ですけれども、ここでもこの担当をしていて、そしてそれもまた丸投げをしていたということが、まあ、ずっと言われてきた会社であります。まあ、そういうい意味で 財務省として、この推進協議会に対する、な、まあ、何て言うんでしょうか、疑,疑念というか、えー、問題はないのかなという疑いをです、ね、持たなかったのかということに、あの私どもはあの思いが至るわけですけれどいかがでしょうか財務省、宇波支局次長。 申し上げますあのご指摘いただきました IT 導入補助金の方でございますけれども、えー、こちらにつきましては、あの委員ご指摘のとおり、これまで大部分を委託、外注してきたことは事実で、えー、ございますがあの、財政当局といたしましては、その事業の必要性をあの認めて予算措置をしてきたもので、えー、ございます。あの執行の詳細まで全て把握しているわけではございませんけれども、あの大部分が委託、外注されていることの事実のみをもって、あの執行上の問題があって、 予算計上を認めないという判断はあのしておりません。ただいずれにいたしましても繰り返しになりますが予算の執行に当たりましては予算の配布を受けた各省各省の責任の下、関係法令にのっとって適切に行われるべきものでございます。あのまずは執行官庁である経済産業省においてきちんとした説明を行っていただくべきものであると考えております。ご指摘のあったあの調査も含めてあのきちんとそこの調査を行っていただく必要があるというふうに財政と。 としてて考えております勝部健次君あの、えー、担当の省庁でなければ、なかなか具体までは分からないというところもあるのかもしれません。ただやはり、あの財務当局としてはです、ね、あの公的なあいわゆる公共調達に関わる適正化というのは、まあ、通知も出されてますように。 そこはあの適切に対応していただくことをですね求めておきたいというふうに思います。ちょっと時間が来ましたもんですから、あの最後に簡単にですね今回の補正予算で大臣にお聞きしたいと思いますけれども、ま10兆円の予備費ということで。 あの提案のところでは、5兆円については、市都は明らかにされましたけれども、いずれにしても5兆円はまだ不明なところがありまして、まああの、いかなる場合にも対応できるようにということであろうというふうに思いますが、私としてはです、ね、財政民営化の、あの民主化の,あの原則から言えばです、ね、まあ、財政民主主義ということです、ね、から言えばあの、しっかりとした議論が事前に必要ではないかというふうに思っています。 まあその形は例えば、緊急事態宣言のときには、議運でその報告をして、質疑も行ってきた、ですから、そういう意味で、10兆円の補正予算の使途については、予算委員会なり、しかるべきところで,で、事前にしっかり審議をするべきではないかというふうに思いますけれども、大臣の見解をお伺いいたします麻生大臣。これはもう、加藤先生お、おっしゃるとおりなんですけれども、このコロナの話っていうのは、 私10年前にそのリーマンの時たまたま総理してたんですけどもあの時もまあそうですねその前の97年に貯銀が潰れる山一山陽証券いずれも潰れる債券信用金庫北海道拓殖銀行ばたばた倒れたっていう時の騒ぎより大きいですからね今回のほの影響の方は。従いまして私どもとしてこれどれくらいになるのか全く 検討がつかないといとう状況にありますそれで今回の場合は収束したということになっているところがまた北海道に限りませんけれどもいろいろ出てきてますでしょうがそうするとこれ途中でまた何かあったらどうなるかというと私どもとしては直ちに対応をまたせないかんということになるんだと思いますがあの今回。 国会会期中とはいえ総理が言われてからこれが出来上がるまで一月超えてますから従いまして私どもとしてはこれ休会中に起きた場合はさらにそれに時間をもっとかわることを覚悟せなきゃいけませんからそういったことを考えますと緊急性っていうことは常に対応しておかないかんないスピードを言われますからスピードスピードだとスピードかんじゃないスピードの話だって。 いうご意見も御党から出てましたしおっしゃる通りなんだとは思いますけれどもなかなか対応ができないこれ非常時代とはいえ今まで,でこんなこと起きたことありませんから個別を配るって言われてマイカードもなければ何にもないところにいきなり配ってそれでどれくらいできるんですかって話ですからそういった意味ではあのちょっと正直何が起きるか分かりませんので私どもとしてはこれよほどのことを考えてんだ全然対応ができなかったじゃないかと。 言われていることにならないようにしとくためにはという大前提を立った上で他の国を見ましても私どもとしてはあの解除した後にまた増加してくるとかいうような話になってアメリカは結果的に11万人死亡者11万人超えますからそういったような事態になってきて今度はアジアからの輸入が一回り回って東海岸に入ってきたアメリカ日本の場合もいきなり混んだ 日本海からじゃ太平洋の方から入ってくるかもしれないんじゃないかとかいろんなことを今プロの方はおっしゃいますけれどもそういったことを考えるとあちらの方が死亡率は高いことははっきりしておりますからそういった意味ではこれはちょっとよほどのことを考えてこないかんといろんなことを考えますと安心という面でいきますと何かあってもというんで私どもとしてはこういった予算 補正、ごめんなさい、予備費というものを積まさせていただいたということでありまして、私どもとしては、予見しがたいという条件の時にということで、憲法87条にも、その予見しがたい時に備えてということは書いてもありますんで、私どもとしてはこれを使わせていただいて、不安というものの対応に備えておかねばならんと思ったのがその背景であります。